皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、リクエストいただいていた私の最近のお気に入りのデニムの紹介をしていこうかなと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、というわけで今回は、デニム7本もご紹介していきたいと思います。以前、デニムの紹介を1年前ぐらいかなにさせていただいていて、その時に紹介したものと同じアイテムもあるんですけども、ちょっとそこは繰り返しになるかもしれないんですけども、見たことある方はすみません、ご了承ください。で、わかりやすくするために、今着ているね、このトップスのまま全部デニムを、全部実際に履いてみて、今回は、ご紹介をしていこうかなと思います。はい、ではまず一つ目のボトムスがこちらですね。トムウッドというブランドのデニムなんですけども、私は、メゾンドリーファーで、去年の秋頃にセールになって、このボトムスがあったので購入しました。ブランド自体は元々から知っていたんですけど、決して安いお値段ではないのでなかなか手が出せずにいて、でもそのね、本当に 70% ぐらいだったかな、そう、かなりお買い得になってて、でやっぱ実際に履いたらね、すごく綺麗な形のデニムだったので、とても気に入って購入してからはよく履いています。時期が、秋ぐらいだったんですけども、秋冬履きましたし、春夏ももちろんよく履いてます。淡色のデニムなんですけど、これに、あえてブラウン系のニットとかを持ってくると全然これからでも使えるし、今着ているみたいに淡い、シースルーのシャツなんかを合わせれば春夏とかでも履けるので、すごく使いやすいデニムですね。同じものがちょっとあるかはわからないんですけども、すごく形が綺麗な、デニムが揃っているブランドなのかなと思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。形はね、シンプルなワイドのパンツでハイウエストの形ですね。周りからも形が綺麗だなっていう風に、本当に思われるようなデニムなのかなっていう風に思いました。続いて2つ目がですね、ユヌマンションのデニムです。ちょっとねダボっとした感じ、メンズライクな感じかなのデニムなんですけども、これね、丈が短めと長めっていう種類が2つあって、私は長めタイプを選びました。なのでちょっと今履いているヒールだと若干引きずっちゃってるので、いつも履くときはもう少し高めのヒールを履いて、出かけたりしています。トップスは合わせるなら、今着ているようなシンプルなタンクトップとかキャミソールとかで合わせる感じ、ピタッとした感じのものが相性がいいかなと思っています。もう少し肌寒くなってきたりしたら、シースルーのねピタッとした感じのトップス着ても可愛いし、タートルなんかでも可愛いし、あえてめちゃくちゃカジュアルにしたいんだったら、ロゴティーとか合わせてもすごく可愛いんじゃないかなと思っています。このねゆたっとした感じでヒールとピタッとしたトップスで合わせるって感じがすごい最近好きなので、よく履いているデニムです。では続いてこちらですね、マウジのデニムです。マウジのデニムはね定番ですよね。持ってる人すごい多いんじゃないかなと思うんですけど、これは今年の春に新しく出たシリーズのデニムです。割とワイド系とかダボっとした感じのものが多いので、こういうテーパードではないんですけども、それに近い感じのストレートのデニムっていうのは、これぐらいですかね、私持ってるのは。これも基本的に年中履けます。すごい綺麗めな印象になるし、もうまず何と言っても形が綺麗で、足がね本当にシュッとした印象に見えるデニムなんですけども、素材はね、ストレッチが効いているっていう感じっていうよりは、もう本当に固めのデニムです。なんかどんどんこう履き続けると、こう味が出てくるようなタイプのデニムかなと思っていて、でこれは、トップス、何でも合うとは思うんですけども、私は羽織物だったらジャケットとかを合わせたりして、より綺麗めな感じで着たりとか、ブラウスとかかなを着たりすることが
を買ったりします。では続いて4本目がアマイルのデニムです。これも春ぐらいに、購入したものになるんですけども、フレアのデニムですね。フレアのデニムはいろいろ持ってはいるんですよ、すごく好きなので。でもこのアマイルのデニムは中でも結構太ももがピタッとしてて、本当にスキニーに近い、膝下あたりぐらいからこうフレアになっているようなデザインで、すっごくこれ足がね本当に長く見えるっていうのがかなり気に入っているポイントなんですけども、まあ、結構まああのスキニーに近いっていうこともあって、その分お肉、お尻とかね、太もものお肉は結構ピタッとなっちゃって掴んじゃう部分があるので、まあ、それが気になるなとか、あんまりそこは今日は出したくないなって思った時とかは、ちょっと丈が長めのシャツとかを羽織ったりだとか、あとはスリットが入ったワンピースとか今ありますよね、そういうのとかを重ね着して着てみる。これはまあどっちかっていうとピタッとした感じの印象のトップスよりはダボっとした感じの方が、すごいバランスが取れるのかなと思うので、秋冬全然使えると思うので、ダボっとしたニットとかに、このデニムは合わせて、靴はブーツとか合わせるとすごく可愛いんじゃないかなと、思っています。続いてこちら、韓国ブランドのチューの、デニムです。マイナス5キロジーンズ、知ってる方多いと思うんですけども、そのシリーズのデニムです。マイナス5キロジーンズって本当にいいですよね。すっごく細見えします。このデニムは低身長さん向けのタイプのものを私韓国で買ったんですね。そう、低身長さん向けのっていうのを全然知らなくて買ったんですけども、まあ、なので私が履くと若干足首が見えるぐらいの丈の長さになっています。まあ、これはまあ春夏にめちゃくちゃ履きますね。まあ、基本的に私は足の形が綺麗に見える自分に合っているデニムをまあ選ぶことがほとんどなので、でもマイナス5キロジーンズ他のタイプも持ってたことあるんですけど、失敗は今までなかったですね。では続いてこちらのデニムです。これもねフレアの形のデニムなんですけども、ちょっとデザイン性があるというか、下の部分がグラデーションになっています。で、切りっぱなしのデザインですね。これはハイウエストっていうよりセミハイウエストぐらいなのかな、おへそのあたりぐらいまでですね、ウエストが。これも去年に買ったので、ちょっと今あるかはわからないんですけども、ここのブランドもうすごく形が綺麗なデニムが多くって、色味が結構淡いものがフレアのものは多かったりするんですね。なので唯一このブルー系のデニム、フレアのものはこれですかね、私が持ってる中では。この時着ているような、カラーもののトップス合わせてももちろん可愛いし、まあでもまあめちゃくちゃシンプルにロゴTとか合わせること多いかもしれないですね。でストレッチ性がすっごく効いてるので、かなり動きやすいので、アクティブに動く時とか、全然これ履いたりして出かけたりすることもあります。そして一番最後のデニムが、こちらですね、ザラのデニムです。これは最近購入したものです。色がねすごい珍しくって可愛いなと思ったんですけど、形もすっごく綺麗なんですよ。でこれもストレッチ性がかなり効いているので、とってもね動きやすいんですね。私の友達が、ザラのね店員をしているんですけども、そう、その子がこれすごくいいよっていう風におすすめしてくれたアイテムで、私とそのもう一人のお友達で、じゃあ買うって言ってそう買いました。でも案の定本当にすっごくよくって、で買ってからなんだろう、コーディネートをちょっと考えるのがめんどくさいなって思った時とかは、こればっかりに最近は頼ったりしています。もう何回か洗濯してはいるんですけど、まあ、別にこうへたれたりとかっていう感じもないですし、これもねすごく、気に入っているデニムですね。はい、というわけで、以上7本のデニムをご紹介させていただきました。まあ、他にもちょっと気に入っているものとかもあるんですけども、今回はちょっとこの7本を、激戦して、ご紹介してみました。全然これからでも使えるようなアイテムで、まあ、ちょっとね、途中にもお話ししたんですけども、今現在ない商品もあるんですが、そこのブランドのものとかはすごく綺麗な形のものが多いなっていう印象が
すごいあるので、まあ、もしね気になる方がいましたら、チェックしてみてください。はい、というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。